ちらのゴールもまあこぼれ球だったんですけど、まあ、しっかり、押し込むことが できてよかったと思います。まあ、どちらもあの普段から、まあ、練習の中からこぼれ球の反応までしっかりしようっていうのは練習でやってることなので、まあ、そこがしっかり得点を結びつけたかなと思います。まあ、リーグ戦はなかなか思うような結果が出てないんですけれども、まあ、この勢いをそのまんまリーグ戦に持っていけるように、自分自身もまだリーグ戦では点取れてないので、まあ、リーグ戦にでも点取れるようにまた練習から頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。